著者。山本周五郎。土読七味春五郎。一。おじゅうえ、おはようござる。自慢の盆栽の手入れをしていた牧屋勘兵衛は、そう声をかけられて振り返った。よい、お日和でございますな。調子のいい愛想笑いをしながら、老いの直次郎が、 こっちへやってくる。官兵衛はメガネ越しにじろりとにらんで。えへんと脅しのからずきをした。機嫌取りをしてもその手は食わぬ。という意味である。ところが相手は一向感じない様子で。いやあ驚いた。あの枝はもう咲きますな。さすがにお手入れが良いだけあって。このロウイはいつも半月早い。庭木では。 誰にも引きを取らぬというセヌマロが、このロウバイには、値を上げていましたよ。いや、実に見事だ。えふん、えふん。セヌマ正在門は、藩の勝ち目付けで、勘兵衛とは、盆栽の自慢がたきである。勘兵衛、危なく釣り込まれそうになって、慌てて、からぜきに紛らした。直次郎は、方面を変える。おやおや。 しばらく拝見せぬうちに、だいぶ蜂が増えましたな。あれは何でござるか歯の色といい、枝ぶりといい、実に風雅なものだが。はてな、不要かな官兵衛はついにたまらなくなって、こいつ、でたらめようと振り返った。正月の十日に、不要が歯を出すか考えてみ。すると、 歯ボタンですか貴様このと、メガネを掴み取ったが、恐ろしく、太い鼻息を漏らすと、吐き出すように怒鳴った。せっかくじゃ。せっかくと言うんじゃ。よく見ろ、これを。扶養や歯ボタンなどとは、茎も歯もまるで違うわ。違いすぎるわ。バカバカしい。こっちは、何ですかケロリとしている。知らん。 はて、なんだろう。こうっと。ああ、わかった。これはご自慢のまがしわです。今度は当たりましたろう。それがどうしたしてみると、拙者にも植木の一つや二つは、まんざらわからぬこともないというわけですな。ははは。時に、まがしわで思い出しましたが、せぬまろひどく悔しがっていましたよ、おじうえ。何を 残念だが、マキアにはかなわぬ。わしもマガシワでは苦心をしたが、とてもマキアほど立派な花は咲かされぬと。バカ野郎勘兵はわめいた。誰がどう苦心をしようと、マガシワに花が咲くか。そう、それは不思議。貴様の方がよっぽど不思議だ。これ、こっちへ向いてみろ。勘兵はメガネをかけて、おいの顔を、 穴の枠くほど見つめていたが、貴様、また何か、ねだるつもりだなというのをすかさず、おじうえ、助けてやってください。と、素晴らしい気合で切り込んだ。実に、気の毒な身の上のものなんです。生まれ落ちるとから、両親の顔も知らず、老公の塵にまみれて、世に、ありとあらゆる新酸をなめ、今また、泥沼の底へ、 沈もうとしているのです。ぜひ<非>。ダメだ、ダメだ、ならんぞ。官兵衛は大声に遮った。どうも戦国から変に駒をすると思ったら、果たしてこれだ。ならん。もう貴様には騙されん。理由の遺憾を問わず、ビタ一文出さぬから、そう思え。金をいただこうとは申しません。屋敷へ、引き取っていただきたいのです。 勘兵衛は、おいの顔を横目で見た。これまで、たびたび、この手で丸められているのだ。金はいらぬ、などと言っても、うかつに安心はできない。屋敷へ引き取れ。と言って、さなお、相手は何者なんじゃ。その選択は後のこと。今は何より、おじうえの、お許しが出るか出ぬかが大事なのです。 もし、ここで突き放してしまえば、その人物は、泥沼の底へ落ち込んで、あたら一生、地獄の苦言に送らなければなりません。助けてやってください、おじうえ。人間一人を生かすも殺すも、おじうえの、法寸にあるのです。それも、別に、金がいるとか、特別の世話をするとかいうのではなく、ただ、この屋敷へ引き取って、当分のうち、面倒を見てくださればいいのです。 決してご迷惑はかけませぬから2<に>どこ官兵衛は気乗りせぬ調子で来とるとしてもどこへ進ませるんじゃ私の離れが空いておりますあそこわしの茶室に使っているではないか何もう片付けさせました お道具は、隙屋へ運んでおります。そういうやつだ。勘兵衛、下打ちをして。はじめからわしを丸め込むものと決めてかかりおる。ご承知くださいますかしようがないじゃないか。いかんといえば、なんだかわしが、その男を泥沼の底へ突き落とすことにでもなりそうな口ぶりじゃからの。へん。だが、とる前に一度呼んでこい。わしがあってから。 もう来ております。お笛殿、こちらへ。振り返って呼ぶと、中庭の生け垣の陰から、一人の女がつつましくそこへ立ち現れた。磨き込んだ小麦色の肌、切れ長のつぶらな瞳、漆黒の余るような髪を武家風に結い上げた二十歳余りの、目覚めるように美しい女である。いや、勘兵衛驚いた。の 直次郎お笛と殿、ご挨拶をなさい。直次郎は構わずに言った。こちらがお話もしたおじ上です。お役目は、小山藩十五万二千石の切り盛りをする国家老だが、お若い頃から江戸詰めでご苦労を遊ばしただけあって、水も甘いもずんと噛み分けておられる。この度もお元を引き取って、心よく世話をしようと仰せられるのだ。よくお礼を申し上げるよう。 かたじけの、存じまする。女は、陰の深い声で、抵当しながら言った。ふつつか者の,の私、お慈悲に甘えて、お世話様になりまする。どうぞ、よろしゅう。んんかんべい、間をついて、脇を向いたが。直次郎、ちっと来い。と言って、月山の方へ去った。 直次郎は、女へにこりと微笑み、心配するなという目まぜをしながら、おじの後を打った。官兵衛は、近寄ってくる老いの面前へ、花ばさみを突き出しながら。この野郎と、わめき立てた。ならず者め、またしても、わしをはめおったな。これはなんじゃ、女ではないか、この。別に私は、女でないとは申しません。ないと言わんでも、 女でないと思わせるような風に言い,いこしらえたで。へえ、めんどくさい。大体、まだ最退もせぬ身の上で、どこの何者とも知れぬ女を。いや、承知しております。直次郎は、逃げ押しになりながら言った。彼女は新町の小笛という芸者です。な、な、何芸者芸者は芸者ですが、血統は武家の出で、どこへ出しても恥ずかしからぬ、 この野郎いきなり、官兵衛が掴かみかかった。直次郎はひらりと交わして、咲き始めた狼狽の向こうへ回り込んだ。官兵衛は、いらって追う。待ちおれどうぞ、お願いです、おじい上。直次郎は素早く逃げながら。かわいそうな、身の上の女なのです。屋敷へ置いても、決して、薪明けの二目になるようなことはありません。どうか、面倒を見てやってください。 太っている勘兵衛は、顔を赤く生きませながら、懸命に追いかける。しかし、若い直次郎の足に及ぶはずがない。月山を三遍ばかり追い回すと、息苦しくなって目がくらんで、ぺたりと芝生の上へ尻餅をついてしまった。あ、危ない。直次郎は駆け寄って、おけがはありませんかどこか、痛めはなさいませんかうん、うるさい。 ひやを持って参りましょうか。話せひ、ひやなど、いるか官兵衛は、肩で息をつきながら。これまでにも、散々と、二い目を見せおって、また今度は、下痢を引き取れ。福山十五万二千石の心をたるわしに、下痢を引き取れとは、貴様どこまで、どうまで、わしの肝を冷やす気だ。この次は、全体何を持ち出してくるんじゃ。 実は、それなんです。な、何拙者この度、殿の御参勤に、江戸を持ってお供を仰せつかりました。ついては、一年の在番中、お笛をお預けいたしますゆえ、お手元にて、徳と性質をご覧下され、拙者規範の上、ご徳身が参りましたら、つまり、目取っていただきと存じます。うん<ー>。勘兵衛はいきなり、 メガネをむしりとった。そして、両手で頭をひっつかみながら、そこへかがみ込んでしまった。三。マキア・カンベイは、備中、福山の上州、安倍伊勢守の,の国家うで七百国。頑固一徹なところから家中の者に、マキアのカンベイ殿、とあだ名されているが、 一面また実にわかりの良いところがあって、ことに若い連中には良い人気を持っていた。数年前、妻のおしんに先立たれ、また子がなかったので、江戸屋敷に流水役を務めている弟、牧屋伝兵衛の次男、直次郎を引き取り、ゆくゆくはこれに後目を継がせようというので、ずっと手元で育ってきた。 ところで、この直次郎が、一通りの青年でなかった。色白の美男で、武芸もでき、学問にも秀でているが、何しろ目から鼻へ抜けるような性質で、十五万石をぐわんと抑えている官兵衛が、直次郎のためには、いつも見事な背負い投げを食わされる。今度こそは誤魔化されんぞ。と思うが、その度に行けなかった。 そして、このところをしばらくいたことがないと思っていた途端に、またしても、オフへ引き取り、という大穴に引っかかったのである。しかも、激上がりの女を、嫁に目取ってくれというのだ。なんという、面の皮の厚いやつだ。勘弁も、今度ばかりは、傍然となった。傍然となったがしかし、 どこまでもいかんとは言わなかった。それには訳があるので、その訳は後に記すことにしよう。直次郎は正月二十八日、主君伊勢守に従って江戸へ発足した。出立するとき、直次郎はたった一言、おじうえ、お預け申しましたぞ、と言ったきりだった。 勘兵衛は、よし、預かった。だが、預かった以上、万一不始末でもしれかしたら、断りなしに切って捨てるから、承知しており、と言った。勘兵衛のつもりでは、どうせ、若い直次郎のことだから、女の還元に迷わされて、当座の熱を上げているのだろう。ぐらいにしか思っていなかった。女もまた、直次郎が、 牧屋の跡継ぎであるというところに目をつけたのであわよくば国家老700石の奥に直ろうという魂胆に相違あるまいとすれば一年の江戸在番を栽培その間に十分前後の処置をすることができると考えたのだったおふえは屋敷内の西澄みにある直次郎の住まいの茶室造りになっている 離れに置きふし,していた。そこは前庭が四条流の風雅な船舶で中庭の方のお茶席とは別に勘兵衛が時折自分一人の茶を楽しむ場所にしていたのである直次郎が発足して二三日経ったある日のこと勘兵衛が盆栽いじりをしていると離れの方からお笛が静かにやってきて 失礼ながら、お手伝いつかまつります。と言った。見ると、海外しく袖をからげ、水桶を携えている。何をするかと思って黙っていると、盆栽の鉢を一つ一つ丁寧に洗い始めた。そんなこと、やったことがあるのかい,いえ。つ,つつましく頭を振りながら微笑する。 とても、芸儀などをしていたものとは思えぬあどけなさだ。勘兵衛は、むっつりとしたまま。したくもないことを、機嫌取りのつもりでするならやめりせい。わしは、おべんちゃらが大嫌いだぞ。あの、ここに、まがしわの上っております蜂は、白磁とかもすなでござりますか勘兵衛の高城市には構わず、お笛は静かに、 りい,で聞いた。官兵衛は依然むっつりと背きながら。白磁とか政治とか、そうざっぱに言われてはかなわん。それは白磁のうちでも、上州の白といって、到来の人物じゃ。上州の白、ありがとう存じました。こっちのおみ、これは小備前者で、良心の策と伝えられるが、比べてみると、 違いがわかるであろうどうじゃ拝見つかまつりまする。おふえは、官兵衛の手から、カえデの鉢を受け取って、しげしげと眺めていたが、やはり、上州の方が、同じ白でも、色に深く澄んだところがござりまする。それを、白のヒールという。きめの密な、手触りに、 じっくりと厚みのあるところも、やはり上州の方が優れているように思われまする。白鵜を述べたような指で、開かず蜂の肌をなでている様は、どうやら軽薄な機嫌取りでもないらしい。勘令はいつかすっかり誘い込まれていた。こっちへ参れ、薩摩の政治を見せる。どうぞ、お願いいたしまする。 それから、およそ一時余り、官兵衛は熱心に、庭中、お笛を連れ回っていた。四。どうも。俺は人がいい。その夜、官兵衛は後悔していた。あいつめ、焼き物がわかりそうなふりをするものだから、つい言うかと引っかかった。 こんなことでは、とても少年を掴むことはできん。今夜からは、ごまかされぬ余人をしてかかるぞ。ひそかに固い決心をした。そのくる日、下城した官兵衛が庭へ降りて行くと、お笛が小庭の方からやってきて。おかえり遊ばしません。お疲れでござりましょう。うん。 お恥ずかしいこござりますが、そちゃを入れました。どうぞ、お立ち寄りくださいませ。恥じらいを含んで、微笑しながら言う。勘兵衛は不機嫌に、唇を結んだまま、黙って、お笛の後からついていった。部屋の内は、ちりひとつとどめず、きちんと片付いた床に、古風な錆びつきの鉄鉢に、鮮やかな鶴どきの紅と木が、はずていた。 にくいってみだ。お口汚しでございます。茶を入れて出す。見ると、盆の上に、甲の物が添えてある。これは、甲のものだな。はい。官兵衛は、苦々しげに。町屋は知らぬこと、武家では茶受けに、甲のもの、などということはないぞ。鳥が見たら、 マキアの恥になる。そのくらいの所存はありそうなものではないか。心つかぬことをいたしました。今後は注意つかまつりますゆえ。どうぞごめんくださりませ。せっかくじゃん。今日は引かずともよい。そう言いながら箸を取る。一切れ口へ入れて、勘弁が驚いた。恐ろしくうまいのである。 妻が生きていた頃にも、かつて一度、これはうまい、と思ったことのないうのものである。ことにこの数年は、まるで漬物などに興味も持たなかったが、その一切れは、全く舌を驚かした。これは、措置がつけたかはい、ほんの真似事に。勘兵衛は茶を替えながら、無理に気難しく、 からぜきをして話は違うが、一体その方は、直次郎をどう考えておるのかと、仰せられますと、直次郎は、わしにその方をめとってくれと申した。お笛の頬に、さっと紅が刺した。刺してはおろうが、武家というものは、 所持、格式の厳しいものだ。近来は、昇華から嫁を迎えるものもないではないが、それさえ極めて稀なこと。まして、その方のように、一度芸妓勤めなどした体では、正式の婚姻など、なかなか難しい話だ。しかし、それとても、かみかけてできぬというわけではない。ないけれども、 直次郎は、わしの後目を継ぐからだ。万一、血統でも濁るようなことがあると、先祖に対して申し訳がない。血が濁ると、仰せられまするわ。家業ら、その方の体が、今まで潔白であろうとは思われぬ、と申すのだ。潔白でござります。おふえは、静かに目をあげた。 重視で座敷勤めに出ましてから6年の間、のっぴきさせぬ危ないよりも量3度はござりました。けれど、私体だけは正常に守り通して参りました。どうぞ、お信じくださいませ。だが、こればかりは証拠がないでの。オフえはぎゅっと唇を引き締めたが、 失礼ながら、と、膝へ手を置いていった。あなた様には、おみを毒害して、お家を横領しようという、ご野心がございましょう。な、何を言う突然のことに、勘兵衛は行転して、冗談のことにやるぞ。このマキや勘兵衛に逆信ありとは、ど、どこを指して申すのだでは、 逆信なしと申す、ご証拠がござりましょうかお笛は、悪びれぬ調子で、女のミサオとても同じこと。この通り、潔白と言って、お目にかける証拠はござりませぬ。けれど、いやしい勤めをしていたからというだけで、そのお疑いは、悲しゅうござりまする。まあよい、まあよい。勘兵衛は驚いて。 顔に似合わぬ理屈やだな、その方は。いずれにしても真偽は現れずにおらぬものじゃ。それまでその方の言葉を信じておるとしよう。いや、邪魔した。茶碗を置いて立つ。気がついてみると、いつか小鉢の中のうのものをすっかり平らげていた。官兵衛はぶっきらぼうに。この次も、ちゃうけは、うのものを頼む。 言い捨てて、照れくさそうに立ち去った。向こうの気持ちを試みるつもりが、逆に一本突っ込まれて、見事にやられた形である。それにしても、あの場合、一寸も透かさず、即妙に応対した知恵は、芸儀育ちの女などに似合わぬ鋭さ。生まれながらに、目端の利く性質か、あるいは、世間連れのした悪知恵か。 まずそれを突き止めてやろうかんべは何やらうなずいた5雨の日の昼下がりだったお笛の部屋からつま引きのシャミの音に合わせて一中節の渋い歌声が上々と聞こえていためずらしやくつろいだかんべが おふえに歌わせながら、さっきから一人、か好きをあげているのである。勘弁に強いられて、二三杯舐めたおふえは、まぶたのあたりをほんのり染め、どことなく体つきに、生めかしさが匂っていた。まあ、一杯、あいよせい。もう、いただけません。おふえは、しゃみせんを置いて、こんなに、方が熱くなりましたもの。 お酌をさせていただきまする。そう言わずと飲め。わしも久方ぶりで心よく酔ってきた。もう歌はやめにして、こっちへ参れ。はい。素直に膝を寄せてくる。官兵衛は水管を向けながら。芸儀の頃は小笛とか言ったの。はい。本名のお笛をそのまま。 武家風に固く装って、このくらい美しいのだから、その頃はさぞ、あでやかであったろう。どり、もっと、こっちを向いてみん。恥じらいながら、少しも悪びれずに、笑顔を向けるおふえ。勘兵衛はつと手を伸ばすと、女のしなやかな手首を握って。遠慮はいらぬ、ずっとよれ。そう言いながら、気寄せた。 拒むかと思ったが、相手はそのまま嬉しそうにさえしながら膝をすり寄せる。むっと、鼻をなでる、暖かい肌の香り。途端に勘弁が、おふえと鋭く言った。人目のない離れで酒を囲み、たとえ直次郎のおじではあれ、男のわしに、こう手を取られて拒まぬのびか。 嬉しそうに体を寄せてくるその方の様子。それが今まで潔白に身をじしてきた女の態度かぎくりとしたオフエが慌てて引こうとする手首を、勘兵衛は力任せに突き放して、二三杯の酒に本性を出しよって、もう言い訳は通るまいぞ。どうだオフエはそこへ両手をつき、 表を伏せたまま、しばらくは身動きもしなかったが、やがて静かに顔を上げて、恐れいました、と行き詰まるような声で言った。はじめから、おはかり遊ばしたものなれば、今さら何を申し上げても、お取り上げはなりますまい。けれど、一言だけ申し上げまする。言い訳いなら、聞くまでもないぞ。 ただ、お聞きしてくださりませ。おふえは、表を伏せて続けた。直次郎様から、お聞き及びかと存じまするが、私は、生まれ落ちるとから、父母の顔を知らず、もっと、屋敷に仕えていた、松蔵と申す男のもとで育てられました。父は、越前家で、馬回りを務めていましたとか、 死祭のほどは存じませぬが、殿のご関係をこむって切腹。母も共に違いいたしたと、松蔵の話に聞くばかり、その後事情あって、癒しい世界に見ようとしましても、一日半時として、亡き父母、思わぬことはございませんでした。おフは、突き上げてくるものを抑えるように、 しばらく声を飲んでいたが、プシの娘だ。父の名を怪我してはならぬ。どんな必死の場合にも、これだけは忘れず、そのために数えきれぬ苦しさ、辛さを味わいながら、ミサウだけは怪我さずに参りました。こちらへ引き取っていただきました日、お場であなた様に、 お目にかかりますると、どうしてか知らず、不意に、あなた様が、父親のように思われ、今日まで、よく、正常に、身を守ってきたな。褒めてやるぞ、言われるような気がいたしまして、思わず、嬉し涙に、無線なのでござります。ご迷惑とは存じながら、盆栽の、 お手入れのお邪魔をいたしましたのも、そちゃにおいでを願って手作りのお笑い草を差し上げましたのも、ぶしつけながら密かに父と存じ上げていたしましたこと。できることならお膝にすがってたった一度でも父上様と甘えてみとうござりました。それがつい足しなみを忘れさせ、 今のおたむれをそうと知るいとまもなく、真の父に手を取られたように覚えて、前後も忘れた嬉しさ。思わず、思わず。それまで言うとオフエは、ついにたまらず、そこへふっと泣き伏してしまった。勘兵衛はいつか座り直していたが、くすんと、 鼻を鳴らすと、急いで妙な空ぜきをしながら。泣くな。泣く奴があるかと、取りなすように言った。思考の冗談を、本気にされては困る。もういいから、泣くのはやめにせい。そして、面倒でなかったら、また、あの漬物を出してくれ。 魚の口を直して、もう一晩地層になの。すっかり冷めたぞ。は、はい。むせびながら手をつくおふえの震える肩先を見合った勘兵衛の胸に、覚えて以来かつて感じたことのないふんわりと甘く温かい愛情が強く強く膨れ上がってきた。またしても。 わしの負けじゃ。勘兵衛は一人明るくつぶやいた。六。あれお笛はがく然と掘り向いた。有明の日を細くして今、寝巻きに着替えようとしていたとき、横手の小窓が外から引き外されて、一人の男がぬっと飛び込んできたのだ。 誰誰ですサウナ、静かにしろ。男は、端折っていた裾を下ろし、顔の手ぬぐいを取ると、俺だ、驚いたかと、言いながら、ドカッと座った。まあ、天吉さん。それでも、忘らずにいてくれたかい。へっへっ。おら、随分探したぜ。 色の浅黒い、眉の上に傷のある、目つきの癒しい男だ。福山城下で、傷の伝吉といえば、悪仲間でも通り者である。お笛が芸者に出た時分から、つけつ、ましつ、いよっていたのだ。おめえのためにゃ、三年という間、爪を鋼ばかりにして、貢いでいたぜ。仲間には笑われる、世間は狭くする。 挙句のはてにめえはドロンとハた。<laughs> まったく。ええ、つ面の顔は、鯉のたぎのぼりだ。男は、ぐいっと膝を立てて。だがのう、小笛。仲間のたまえにも、オラは黙って、すっこんじゃいられねえのだ。こうして探し出したからには、たとえ三日でも、女房にしなけりゃ、承知ができねえ。めえだって、 こんな堅苦しい武家屋敷で、片身の狭いかげ暮らしをするよりゃ、部いでもっきとした女房になるのが、結局幸せというものだ。まあ、そう睨まねえで、こっちへ。おかえり。オフえは、すっと身を引いて叫んだ。身をはごと、爪をはごと、貢いだのはそっちのかって、私の知ったことではありません。 このまま帰ればともかく。サムライと、人を呼びますよ。面白い。呼んでくんな。電吉は、にやりと笑った。おいらが、命がけで惚れた女を、横取りした奴の面が見て、呼びねえな。え呼んでみろ。この女は、足の色でござんすと、そいつの前で、立派に名乗ってやら。さあ、呼ばねえか。 わめきながら手を伸ばして抱きすくめようとするお笛は危うく逃れてはあれと立った途端に見苦しいぞと叫びながら意外にも縁先の雨戸を突き外して左手に大剣を下げた官兵衛が現れたおフえはびっくりとっさの言葉もなく立ちすくむ貴様は何者だ 勘弁は、ずいっと踏み込んだ。電吉は、ふてぶてしく、座り直して。私は、その小笛の、亭主でございます。何亭主亭主と申し上げて悪ければ、ま、色とでも申しましょうかもう三年この方、夫婦同様の中でございます。ええ<い>。嘘、嘘です。お笛は、 必死に遮った。これは、私が勤めに出ておりました頃、嫌がる者を付け回していただけの人、何の関係もございませぬ。冗談じゃねえ。今更そんなことを言ったって通る者が現に旦那、こうして新庄へ忍んでくるのも、今夜が初めてじゃありやせん。実は、この小笛の手引きで、三日にあげず、会いに来ているのでございますよ。ああ。 よくもそんなそらざらしい。そういうおめえの方がイケプテや。なんだろう。そろそろ金のねえおいらに嫌気がさしたので、こっちへ寝返りを打とうとう。黙れ、黙れ。勘弁は大声に遮っていった。おえ。わしはその方を信じている。だが、この場合はそれだけではすまぬぞ。 その方はやがて、直次郎の妻にもなるべき体じゃ。相手はたとえならず者にもせよ。不意があったと申すからには、武士の妻として、ただないとだけでは通らぬ。よく、落ち着いて、所存を決めい。はい。おふえは、じっと官兵衛の目を見上げた。 勘兵衛の心は激しく痛んでいた。あの酒の日からこの方、勘兵衛は実の娘を一人儲けたように思われて、おいのみの朝湯、お笛を見るのが何よりの楽しみになっていたのだ。しかし、嘘にもせよ、かかるぶらいのとに、不義ありと言われて、虚実が半然せぬとすれば、 一般の国労を務める家の嫁に目取ることはできない。どうだと、表に強くは言ったが、官兵衛の心はいじらしさで燃えるようだった。申し上げまする。おふえは、静かに答えた。これは、どのようなことがあっても多言はすまいと、かねてから、 誓っていたことでござりまするけれど、女が一生に一度の大使、恥を忍んで申し上げまする。伝吉は何を言うかと息を呑んだ。七。私が不義をせぬ証拠は、直次郎様とおなれ申して半年近く。 夫婦の約束までしながら、未だ一度もネアを共にしたことがございません。それは、と言葉を切った、官兵衛も伝吉も聞き逃さじと耳を傾けている。それは、私の右の胸の、ちょうど、渋沢の下のところに腫れ物がござります。 子供の頃から医者も薬も届く限りは手を尽くしましたが、どのようにしても治らず、肌着が荒く触れても刺すように痛みまするし、自分にも耐えられるようなひどい臭みを放ちまする。そのため、今日まで、直次郎様とも一つリアに伏したことはござりませんでした。まして、 このような人と、<laughs> 何かと思ったら電吉はせせら笑って何かと思ったら腫れ物のことがいいそんなことなら改めて聞くまでもね命までもと惚れあった中で腫れ物の臭みぐらいがなんだい旦那ええこいつは大した内緒ごとのように言ってますが私は今日までその腫れ物の薬塗りから あてわた、巻きもめんの世話までしてきやしたよ。嘘です。腫れ物のあることさえ知るはずのないお前に薬の手当てができるわけはありません。だって、現に世話をやがしたじゃねえか。いいえ、嘘です。お前はおろか、なおちろう様にも見せたことのない秘密です。なんと言っても嘘に違いありません。ご情だな。 あの臭い海の始末までさせておいて、今になって嘘はひどかろうぜ。おらにゃ、着物の上からでも見えるこれいだ。おふえは、きっと官兵衛の方へ振り返って。ホジ様、この男の今の言葉、かとお耳におとめ下さりましたかそれで、どういたすのだごめん下さりません。えしゃくをしたと思うと、 右手を袖から内へ入れる。意外にも、いきなりするりと、肩肌を脱いだ。血のような、もみ裏を抜いで、雪かとまごう、は肌が現れた。喉元から胸へ流れる、なまめかしい丸みの極まるところに、梅の蕾のような乳首をつけて、ふっくりと、固く盛り上がるちぶさ。 どこに一点の塵もなく、ヌメのようにつやつやとした皮膚は、有明安洞の明かりを受けて、まばゆいばかりに輝いた。ご覧ださりませ。女が生涯の夫に捧げる大事な体。仮も刺させず、大切にしてきました。腫れ物は愚か、針でついたほどの傷もないはず。おじ上様、ご独身くださいましたか 見届けた。この知れ物を勘兵衛が叫んで大剣を掴むのと、電吉が稲子のように飛び上がるのと同時だった。待てわめいて、勘兵衛が足を出す。電吉は、だっとつまずいたが、転倒した余生で自分から庭へ転げ落ちた。勘兵衛は、縁先へ出て。命妙がなやつめ。明日とも言わず。 恋のうちに立ちのけよれ。さもないと目につき次第切り捨てるぞ。ここなったわけもの。と、闇に向かって元気に怒鳴り立てた。いや、驚いたのなんのさすがライの電気地も肝を消してぶてのように屋敷外へ逃げ去ってしまった。あっぱれじゃ。よく起点が聞いたぞ。 官兵衛は座へ戻ると大機嫌で。どうなることかとハラハラしていたが、あそこまで引き込んでゆく手際は立派な判断じゃ。実のところわしまでがハマりそうになったわい。お恥ずかしゅうござります。えもんを繕ったお笛は、恥じらいに身まで染めながらそこへ手をついて。女たてらに肌をあらわし、なんとも。 申し訳ござりませぬ。どうぞ、お忘れ遊ばして。いいとも。他の時ならともかく、女のミサを明かす必死の場合、武士なれば腹をかけるところじゃ。こいつめ、びっくりして、煙のように消えおったわ。もう、再び、邪魔にはこまい。手柄じゃ手柄じゃ。勘兵衛は、 目を細くして褒めたてる。お笛はますます身を縮めながら湧き上がってくる周知を持て余していた。お笛をめとること承知いたしそろ。と官兵衛は江戸の老いに手紙を書いた。そこもと規範までには親元も定め置くべく。 挙式は来春二月と予定つかまつりそろ。おふえこと、そこもとはただ若木の熱にて引き取りしならんが、国老職を継ぐべきそこもとの妻として二亡き女たること、そこもとより拙者の方よく見抜きより揃う。鑑識のあるところを示しておかぬとおしが効かぬ。また そこもとは、己一人、きな妻を持つなりと、うぬぼれているやもしれねど、そは、ばかの、一人よがりに騒い今こそ明、ち内訳騒ど驚くなよ。ゃるのなき妻、すなわち、そこもとのおば、おしんこそ。ゃわ若くして、江戸ずめのおり、し身にてめとりたる。 柳橋の名義にそろう。えへんに、ござそろう。勘兵衛は、どうだと言わんばかりに、つるりと額をなでて、結びにかかった。されと、おじい、おい、二代続いての下儀妻。もうこの辺りで打ち止めるべく、そこもとの子には、決して、決して、まかりなるまじくそろう。 開けてゆく停戦で、ウグイスが泣き始めた。